安室奈美恵、マックス、ダパンプなどのアーティストが数多く所属するビジョンファクトリーの公式モバイルサイト、チャクータ。チャクータフルはもちろんのこと、アーティストの素顔を見ることができるブログやムービーコーナーなど、ここだけのオリジナルコンテンツが満載。ビジョンファクトリー .jp。 こんにちは。梅雨明けが少し遅いようですが、皆さんの気持ちはジメジメしていませんか？夏休みはもうすぐそこですので、頑張っていきましょう。今回は私、平愛理がナビゲーターを務めます。最後まで楽しんでってくださいね。最初の映像はこちらです。安室奈美恵さんがアルバムプレイの発売を記念して、浦安のヘリポートの格納庫でスペシャルイベントを開催しました。安室さんはこの日、ファンキータウンなど5曲を披露し、約2万通の応募の中から抽選で選ばれた300組600名の観客を盛り上げました。先日香港を訪れたウィンズの映像が届きました。香港の各音楽賞の授賞式に出席。これまでに獲得した10タイトルの音楽賞のトロフィーや盾を受け取っていました。さらに7日からは千葉県松戸を皮切りに全国ツアーがスタート。9月8日の大阪城ホールまで30公演を行います。続いては ISSA さんの記者会見の模様です。映画仮面ライダーザ・ネクストの制作発表が都内で行われ、主題歌を担当する ISSA さんが出席しました。フランスでライブを行ったオリビアさんの映像が届きました。アニメ7でレイラの歌声を担当するオリビアさんがフランスの名門ライブハウスでライブを行いました。また翌日は日本の文化を紹介するコンベンションジャパンエキスポでサイン会を行いました。国中涼子さんの映像も届いてます。7月11日にスタートした日本テレビ系連続ドラマ蛍の光の制作発表が行われ、国中涼子さんが出席しました。少しずつ違うことに勉強しながら演じていければいいかなと思ってます。中野森バンドの最新映像です。中野森バンドが都内の女子校でサプライズライブを行いました。鍵本明さんが出演した映画の記者会見の模様が届きました。鍵本明さん主演の映画天使がくれたものがクランクアップし、記者会見が行われました。まあ演技の技術的に、まあ、全然ダメなんで、僕まあ、そこは足を引っ張らないようには頑張るつもりです。続いては水木有沙さんの映像です。ではここで私からのお知らせです。毎週火曜日夜9時からフジテレビ系列にて放送されている花盛りの君たちへイケメンパラダイスに出演させていただいてます。今回は元気な女子高生を演じてますので、ぜひドラマをご覧くださいね。はい、ここでビジョンファクトリーからのお知らせです。ビジョンファクトリーでは花や出会いをテーマにしたオリジナル楽曲を携帯で配信中です。まだ聴いてないという方は今すぐサイトにアクセスしてください。新しい携帯の公式サイト、ビジョンキャストとビジョンフォト&ブックスがオープンしました。高画質なムービーを楽しみたい人はビジョンキャストを、オフショット満載のデジタル写真集が見たい方はビジョンフォト&ブックスをチェックしてくださいね。はい、今回のビジョンムービーは私、平愛理のナビゲートでお送りしました。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。